明るく楽しく元気よく信州大学教育学部。皆さんこんにちは、信州大学の翔和です。今日はですね、信州大学教育学部属の、自然教育園に来ています。では行ってみましょうか。ここが入り口ですね。前に1回来たことあるんですけど、結構険しいんですよね。ちょっとこっち行ってみますかね。こっちに確か博物館、あ、ここに案内があるな。はい、こういう風に案内があります。で、こちらに行くと確か博物館があったと思います。もしかしたらあのチリンチリン鈴の音がしてるかもしれないんですけど、これ熊よけの鈴で一応持ってこようかなと思って持ってきてます。はい、ここが資料館ですね。こっちと見ましょうか。はい、信大滋賀自然教育園資料館で、こんな感じであって、ちゃんとオープンってなってますね。じゃあ、ここに結構かっこいい看板がありますね。はい、それでは入ってみましょうか。こんな感じの、ここに、木の標本、見本って言えばいいんですかね、ありますね。で、写真があって、で、こっから展示室ですね。展示室はちょっと撮っていいかわからないので、まあ、来てからのお楽しみということで、はい、このぐらいにしましょうか。資料館抜けて横の道行きます。いや、すごいね、天気いいんですよ、ほんと、ほんと、まあ、ね、天気は、お天気運ですけどね、ほんと。こんな感じで、結構綺麗にね、いろいろありますね。おっとっとっと。道がね、すごく整備されてて、一般の人もね、結構いらっしゃってるみたいですね、ここ。こんな感じです。いや、綺麗ですよね。こう、どうですか、これ。よいしょ。とね、この今日、私物のスマホで撮ってるんですけど、本当は予定なかったんですよね。でも、近くまで来たから、あ、そういえば、ここ、来てみようかなと思って、来てみたんですよね。うん。でね、この私物のスマホの、ジンバルっていう撮ってるやつなん、装置なんですけど、これ、今日初めて使ってて、なので、慣れてなくて映像が乱れていると思いますが、そこはお許しいただければと思います。長池、海抜1584メートルだそうです。あ、いいですね。これなんかすごくいい池があったんで、ちょっと行きましょうか。ちょっとね、撮影してると足元気をつけないといけないんで、そこは気をつけましょう。あ、いいね、こんな感じです。わかりますか？この池の様子。こんな感じです。あ、いいですね。よいしょ。もう少し奥地に入っていきましょうか。いや、これね、すごい険しいので、すごいね、こう、すごい整備されてるよね。なんかこう、木の切り株で、池みたいなところが渡れるようになってて、面白いですね。よいしょ。よし。いやー、すごいね。なんか水が多い季節なのかな？ちょっとね、よくわかんないんですけど。滋賀高原はね、僕は冬はよく来るんですよ。スキーが趣味なので、冬、まあ、春も含めてね、よく来ますけどね。あまりこの季節は来ないんだけど、夏も、やっぱいいですよね。これなんか木陰とかあって、なんか、いい感じで、過ごせます。こちらに案内看板がありますね。高層湿原っていうふうに書いてありますね。で、こちら側にも、ここも入り口があるのかな？ここも入り口あるかな？さっき上に行こうと思って、
断念したところを回っていくと確かこっちに出たような気がします。はい、ここにありますね。あ、自然研究路って書いてありますね。この自然と友達にっていうことでね、皆さん付属志賀施設いかがだったでしょうか。これからいい季節だと思いますので、ぜひいらっしゃってください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。信州大学教育学部。チャンネル登録よろしく。信州